大物助っ人は今年、自身が希望するメジャー復帰を果たすことができるだろうか。DeNA から自由契約となったトレバー・バウアーの去就が不透明な状況となっている。サイ・ヤング賞の実績を引っ提げて来日した昨年は、開幕にこそ間に合わなかったものの、5月に初登板を果たすとシーズン10勝4敗、防御率 2.76 の好成績をマーク。怪我での離脱もあったが、一時は中4日で登板するなどフル回転を見せ、その実力を遺憾なく発揮した。動画、ここぞでギアを上げる。阪神戦で輝いたバウアーの脱三振シーン。現地報道によると、右腕はメジャー復帰を望んでいるようだが、24年シーズンは日米どちらの球団に所属するのだろうか。現地では右腕のメジャー復帰に否定的な声も多いが、昨季ナリーグ中地区で4位に低迷したパイレーツファンの中にはバウアーの獲得を望んでいる者もいるようだ。しかし、パイレーツ専門メディア、ラムバンターは記事を配信し、パイレーツのファンの多くは、チームが先発投手のトレバー・バウアーと契約することを求めている。しかし、バウアーからは離れるべきだ、と右腕の獲得に否定的な見解を示している。その理由について同メディアは、カブス入りが決まった今永翔太の名前を挙げて説明。バウアーの昨年の NPB でのプレーが今永よりもはるかに悪かったことを考慮すると疑問が生じるとした。記事ではバウアーが昨年に記録したスタッツを紹介。今永と比べるとバウアーは三振が少なく四球をはるかに多く与えており、打たれ方もかなり悪かったと、昨年記録したバウアーの数値が今永よりも悪いことを理由の一つに挙げた。また、同メディアはメジャー時代の成績にも着目。彼の MLB での成績はみんなが思っているほどエリートではない。バウアーはポストシーズンでは非常に当たり外れが多く、16年のワールドシリーズでは2敗を喫している、と懸念材料を挙げ、MLB に戻れば、ローテーションの4番手か5番手のような、あまり名誉のないポジションにつくことになるだろう、と指摘した。来日1年目の昨季は好成績をマークするだけでなく、大きな注目を集めたバウアーだが、自身が希望する MLB 復帰の道は思いのほか厳しいのかもしれない。